カーメルはアメリカ合衆国インディアナ州中央部に位置する都市。州都インディアナポリス地域の北に隣接、同市ダウンタウンから北約 25km に位置し、同市の郊外都市となっている。人口は79,191人。2019年7月1日時点の推計では10万1,068人と大幅に増加し、市史上初めて10万人を突破。 インディアナポリス都市圏の郊外都市としては、最大、インディアナ州全体でも、第5位となっている。アメリカ合衆国における、大都市郊外の裕福な住宅都市の例に漏れず、カーメルの治安は、極めて良好である。モーガン・クイットノーの、全米の安全な都市ランキングでは、2015年版で、東隣のフィッシャーズに次ぐベスト2位、2016年版では、 全米一安全な都市とされている。1816年にインディアナが州に昇格し、その翌々年、1818 18年にセントメアリーズ条約によって、ベナペ族がオハイオ・インディアナ領州を追われた後、1823年にインディアナ州議会はハミルトン軍を創設し、また軍南部を占めていたデラウェア軍区を、その西側からクレイ軍区、 また東側から、フォールクリーク軍区を分割する形で3分割した。このクレー軍区に百8 3 7年、ジョン・フェルプス、アレクサンダー・ミルズ、セス・グリーン、ダニエル・ウォーレンの4名の入植者が、後にカーメルとなるベスレヘムの町を創設した。初期の入植者の多くは、トモ・カイトであった。百四十六年に郵便局が設置された際、インディアナ州内の他の場所に、 ベスレヘムという名の,の町がすでにあったため、この地の郵便局はカーメルという名でも設けられた。その後1874年に町として法人化された際、町名はベスレヘムからカーメルに改められた。1883年に設置されたモノン鉄道の駅。2013年に国家歴史登録財に指定された。1882年にはモノン鉄道が敷かれ、 翌1883年にはカーメルにその駅が設置された。1904年にはカーメルに初めて電力網が設けられた。1924年、地元カーメル出身の発明家、レズリー・ヘインズはこの電力を利用した電気式自動信号機を発明し、カーメルのメインストリートとレンジラインロードの角に、州内でも初となるこの信号機を設置した。 1930年には水道網が、1933年にはガス網がそれぞれ設けられた。1970年の国勢調査で人口6691人を数えた後、1974年11月、第4級都市としての市政志向をめぐる住民投票が行われ、その結果可決された。 翌1975年1月1日には、市政が施行され、市長、市所機関、追悼役、7人の議員からなる、市議会、及び市判事からなる、市政府が発足した。1990年には、新しい市庁舎が開長した。2010年の国勢調査では、人口79,191人を数え、2016年には、この数値に基づいて、 第2級都市に移行する条例が可決され、これに伴って市議会の定数が9人となり、2人分の補欠選挙が行われた。また、この移行に伴い、2019年の市選挙では、小選挙区1つが増設され、また全市区の選出枠が1人増員された。2015年には、カーメル商業局とフィッシャーズ商業局が統合され、ワンゾーン商業局となった。 カーメルは、北緯39度58分23秒整形86度6分28秒、北緯39.97306度整形86.10778度39.97306-86.10778に位置している。市は、インディアナ州中央部、ハミルトン郡南西部にあり、 州都インディアナポリスと統合市軍をなすマリオン軍の市軍域に隣接している。インディアナポリスのダウンタウンからは北へ約25キロメートルである。東にはホワイト川を市境としてカーメルと同じくインディアナポリスの大型衛星都市であるフィッシャーズが、北にはウェストフィールドが、北東にはハミルトン軍の軍長が置かれているノーブルズビルが、 また西にはブーン軍のザイオンズビルがそれぞれ隣接している。アメリカ合衆国国政調査局によるとカーメル氏は総面積129.94平方キロメートルである。そのうち127.13平方キロメートルが陸地で2.80平方キロメートルが水域である。総面積の2.20%が水域となっている。 市の標高は260メートルである。カーメルを含むインディアナポリス都市圏の気候は、欠片の気候区分では計算上は温暖湿潤気候となるものの、中西部に広く分布する冷たい湿潤気候に近く、蒸し暑い夏とやや寒さの厳しい冬に特徴付けられる内陸型である。気候についての詳細は、インディアナポリス気候も参照のこと。シティセンター、ドライブカーメルは、 郊外の住宅地ということもあって、その街路は数本の大きな道路を除いて入り組んでいる。市内を東西に通る大きな通りには、インディアナポリスとの市境を通る9、シックスストリートから、ウェストフィールドとの市境を通る14、シックスストリートまで、マリオン郡から投市の北に行くほど大きくなる番号がついており、かつ、その番号の末尾が6であるものが多い。 例外的なものとしては、市中央部やや北寄りを通る13ファーストストリート、メインストリート、市中央部を東西に通るシティセンタードライブ、同じく市中央部を東西に通るカーメルドライブが挙げられる。一方、南北を通る通りの多くには数字はついていない。南北に通る大きな通りとしては、西から順にミシガンロード、シェルボンロード、タウンロード、ィッチロード、スプリング、 ミルロード、イリノイストリート、メリディアンストリート、ペンシルベニアストリート、カレッジアベニュー、オークリッジロード、ギルフォードロード、レンジラインロード、キーストーンパークウェイ、キャリーロード、グレーロード、ヘイゼル、デルパークウェイ、及びリバーロードが挙げられる。これらの通りには、インディアナポリスの同盟の通りが北上して、カーメル地域に入っても同じ名前を付けられている、というものが多い。 カーメル市内を通るモノントレール南北に通る通りの中でもギルフォードロードとレンジラインロードの間を通るモノントレールは得意な存在である。モノントレールはかつてモノン鉄道が敷かれていた軌道の跡地を舗装し道路に転用したものでインディアナポリスのダウンタウンに近いテンスストリートから北上しハミルトン郡に入ってカーメルウェストフィールド領地を通り軍北西部の 小さな町シェリダンの23シックスストリートへと、至る全長27.1マイルの歩行者、自転車専用道路である。2013年に、カーメル市議会が満場一致で可決した条例により、カーメル市内のモノントレールを通る自転車に対しては、9シックスストリートと1イレブンストリートの間、及び13シックスストリートと14、 6ックスストリートの間では 20mph、11th s ストリートと1 3 6ックスストリートの間では 15mph の速度制限が設定されており、違反者にはその回数に応じた罰金も課される。カーメル芸術デザイン地区の門と街並み上記の命名規則とは、例外的に市中央部やや北東寄りに広がるカーメル芸術デザイン地区付近では、 東西に通る通りの中心をメインストリート南北に通る通りの中心をレンジラインロードとし東西に通る通りをストリート南北に通る通りをアベニューとしこれらの通りから離れるほど大きくなる番号をつけた全米の他都市で多く見られるような命名をされた通りが数本通っているこれらの通りには数字のほかファーストストリート NE や サードアベニュー SW のようにメインストリートとレンジラインロードとの交差点からの位置関係がその末尾につけられている。このためマリオン郡からの投資の番号である126ストリートの一本北にこの命名規則でつけられた6ストリート SE が通っているという一見変則的なことになっているところもあるが両者の番号が離れているので被むることはない上 後者は基準となっている交差点との位置関係、SE が末尾についていることによって判別が可能である。カーメルは州内でも初めての電気式自動信号機が発明され、設置された地であるが、1990年代後半以降、賛否両論はあるものの、大きな通りの交差点は信号機を必要としない、ラウンドアバウトへの置き換えが進められている。 2021年現在、カーメル市内のラウンドアバウトの数は130カ所を超えており、アメリカ合衆国のラウンドアバウトの都の異名を取っている。カーメルは郊外都市であるため、高層建築物が立ち並ぶ明確なダウンタウンは有していない。しかし、南にカーメルドライブ、北にメインストリート、東にレンジラインロード、西にサードアベニュー SW に囲まれた細長い。 地区には、市庁舎をはじめとする、市政府の庁舎や商業施設が立ち並び、副都心的な業務、商業地区ができている。また、その西側、メリディアンストリートを中心とした、メリディアンストリート回廊と呼ばれる地区は、カーメル市内で最も、そしてインディアナポリス都市圏全体でも、インディアナポリスのダウンタウンに次いで、オフィスが多く集中している地区である。メリディアンストリート回廊においては、 その景観が保たれるよう、建物の建材や形状、ファサードを設けること、最低の高さなど、要件が厳格に定められている。ジェームズ・ブレーナード・カーメルは、市長制をとっている。市長は、市の行政機関の長であり、市政府の日常業務全般に責任を負う。市長は、選挙によって、全市から選出され、その任期は4年である。多選には特に制限はなく、 2021年時点での現職であるジェームズ・ブレーナードは1996年に初当選し、直近では2019年に7選を果たしている。市の司法機関である市裁判所の長は市判事である。市裁判所が扱う事件は交通違反、条例違反、及び軽犯罪に限定されている。市判事は選挙によって全市から選出され、 その任期は4年である。市の立法機関である市議会は第2級都市に移行した2016年以降、9人の議員からなっている。移行後初めての市選挙が行われた2019年以降、9人の市議員のうち6人は市を6つに分けた。小選挙区から1人ずつ選出され、残り3人が全市から選出される。市議員の任期は4年である。上記の市長。 市判事、市議員に加え、市書機関も選挙で選出され、4年の任期を務める。市書機関は、市議会と市裁判所の書機関を兼ねており、市議会においては、議事録の作成及び保管に、また市裁判所においては、事件記録の作成及び保管に責任を負う。メリディアンストリート回廊は前述の通り、カーメル市域内で最もオフィスの集積度が高い地区で、あり、 大小40社以上が本社、もしくは地域重要拠点を置いている。そのうち主なものとしては、世界的な鍵製造、販売のアレジオンの南北アメリカ本社、区のファイナンシャルグループ、アメリカ合衆国中西部及び、カナダのマニトバ州における、送電事業者、ミッドコンチネント独立システムオペレーター、及び、住宅リフォーム、建設用品大手マスコ社参加で、 浴室や台所の蛇口を製造、販売するデルタフォーセットが挙げられる。インディアナ大学ヘルス北部病院、メリディアンストリート回廊内、11、6ストリートの北、イリノイストリートとメリディアンストリートの間には、インディアナ大学ヘルス北部病院が立地している。同院はその名が示す通り、インディアナ大学医学部付属の病院で、2005年に会員以来、 カーメル氏のみならず、ハミルトン軍全体に、地域密着型の医療を提供してきた。2020年には、動員本館の南隣に、インディアナ大学ヘルス、ジョーシェリー・シュアルツガンセンターが開院した。また、動員内には、インディアナポリスのダウンタウンにあり、インディアナ大学ヘルスアカデミックヘルスセンターを、構成する病院の一つである、ライリー小児病院の、 出張所も設置されており、カーメルにいながらにして、ライリー小児病院の本院と同等の小児医療が受けられる体制が整えられている。同院は、US ニュースワールドレポートでは、心不全、整形外科、肺炎の各分野で高評価を得ている。カーメルを含むインディアナポリスト試験の玄関口となる商業空港は、 インディアナポリスのダウンタウンの南西約 14km、カーメルからは南西に約 30km 離れたインディアナポリス国際空港である。同空港には主要航空会社が各社ハブ空港からの便を就航させている。カーメル・フィッシャーズ市境から東へ約 2.5km に立地するインディアナポリスメトロポリタン空港及びウェストフィールドの西。 ザイオンズビルの北、カーメルからは、北西約 15km に立地するインディアナポリス、エグゼグティブ空港はいずれも、ゼネラルアビエーションと呼ばれる、自家用機やチャーター機などの発着が主となる、規模の小さい空港である。インディアナポリスの週間高速道路、国道、修道網。カーメルはこの地図の範囲よりも上、国道31号線上にある。周回高速道路は、 I-65 の視線で、インディアナポリスの環状道路になっている I-465 が、市南部をわずかに通っているほかは、カーメルの市域内を通っていないが、国道31号線が高速道路規格となっており、インディアナポリスから北へ、カーメルや、そのさらに北のウエストフィールドへと通ずる、放射線としての役割をなしている。I-465 は、 国道31号線の高速道路区間の起点、終点となっているほか、I-65 本線や I-69,I-70,I-74 にもつながっている。I-65 は、シカゴ方面や、ルイビル方面にへ、I-69 は、ホートウェイニアミシガン州の州とランシングを経由して、カナダとの国境のポートヒューロンへ、I-70 は、 オハイオ州コロンバス方面やセントルイズ方面へ I-74 はシンシュナティやダベンポートへとそれぞれ通じている。カーメル市内には路線バス等の公共交通機関は2021年、現在通っていないが2016年に策定された中央インディアナ交通整備計画では同年にすでにインディアナポリスで運行を開始し、 同志北部のブロードリップルと南部のインディアナポリス大学とダウンタウンを経由して結んでいるレッドラインという BRT を第2期として鍛えカーメルを通ってウェストフィールドまで延伸することが盛り込まれているローズパレードで演奏するカーメル高校のマーチングバンドカーメルにおける K12 課ほどはカーメルクレイ学区の管轄下にある公立学校によって支えられている 同学区は小学校11校、中学校3校、高校1校を有し、約1万6千人の児童、生徒を抱えている。学区唯一の高校である、カーメル高校は、全米2万4千校の公立高校の中で400位、以内、インディアナ州内では5市に入る評価を、US ニューズワールドレポート市によって受けている。また、同校は1988年より、 後に、姉妹都市となる、河内長野市にあるキリスト教主義私立中高一貫校、新教学園中学校、高等学校と姉妹校提携を結んでいる。これら公立学校に加えて、カーメルには、ルーテル教会やカトリック教会などの小中一貫校や、その名が示す通り大学進学準備を主とするユニバーシティ高校を取った、私立高校もある。舞台芸術センターの パラディウム舞台芸術センターは、シティセンタードライブとサードアベニュー SW の南西角に立地している。同センターは2011年に開館した1600席のコンサートホールを有するパラディウム、プロセニアムアーチを有する500席のターキントン、および200席のスタジオシアターという3つの劇場を有し、アクターズシアター・オブ・インディアナ、カーメル公共楽団、 チューブインディアナダンスアンサンブル、シビックシアター、グレゴリー・ハンコックダンスシアター、およびインディアナ・ウィンド・シンフォーニーの6つの舞台芸術団体が本拠にしている。パラディウムは同センターの中核となる施設で、コンサートホールのほか、3室の歌詞集会場、および歌集展示ギャラリーも有している。ター・アーキントンは、主として演劇、ミュージカル、ダンスの公演や、 講演会等に用いられる。スタジオシアターは、小規模ではあるものの柔軟な構成が可能であり、様々な音楽、演劇の公演に使われる。ターキントン及びスタジオシアターは、パラディウムから中央広場を挟んで反対側に立っている、建物の中に入っている。加えて、同センターは、芸術教室、キャンプクラブの開講実施や、センター内外での児童、生徒、 学生を対象とした芸術教育も行っている。パラディウム内にはグレートアメリカン歌集財団の本部も置かれている。同財団は2007年に5度のグラミー賞ノミネートを誇るマイケル・ファインスタインが設立したもので、作詞、作曲家、歌手、演奏家、及び出版社の物理的な成果物たる歌集の収集、保存、展示を通じて、 音楽とその歴史を永続化することを目的としている。同財団はパラディウム内に前述の歌集展示ギャラリーを有するほか、全米で唯一の歌集の収蔵に特化した図書館及び歌集伝道を有している。加えて同財団は毎年夏の高校生向け歌集アカデミーをはじめとした音楽教育も行っている。同財団は ロサンゼルスのグラミー博物館の定型文化施設ともなっている。カーメル芸術デザイン地区内メインストリートとファーストアベニュー SE の南東角にはミニチュアハウス博物館が立地する。1993年に開館した道館は全米でも数少ないミニチュアハウスに特化した博物館である。ミニチュアハウスはドールハウスとは異なり、 時代ごとの建築様式を反映し、家具等に至るまで、玩具としてではなく、あくまで、レプリカとしての成功さに力点を置いている。道館で展示されている、ミニチュアハウスには、1時12分スケールのものが多い。視聴者のすぐ南には、地線回遊式の河内長野日本庭園が、立地している。同園は、カーメルと河内長野市との姉妹都市提携15周年を、記念して、 2009年に開演したものである。開演記念式典においては、河内長野の人と題して、書道、琴の演奏、佐お及び稼働が披露された。その翌々年、2011年には、カーメル、河内長野漁師のロータリークラブが共同で、園内に、あずま屋敷の茶室を建てた。完成記念式典では、この茶室で、茶の湯が振る舞われた。 カーメル市当局は2021年1月より人工像に見合った水貯留の改善と美観の両方を目的として2022年春の完成を目指して南を通るカーメルドライブまでの道園の拡張工事を進めている。完成すると園のの面積は3倍となり、拡張部分はカーメルのもう一つの姉妹都市である常用市にちなんだ中国庭園となる予定である。 2014から19年、カーメルでは、ロールファストグランフォンドという自転車のレースが行われていた。このレースは、距離で、ピッコロ、メディオ、グランの3部門に分かれ、いずれも12歳以上であれば、誰でも参加できた。2017年には、グラン部門で3時間44分59分の世界記録を樹立し、それゆえに、世界最速のフォンドと呼ばれた。 2019年には、このレースのグラン部門はグランフォンドワールドツアーをなす、レースの一つとして行われた。2021年には、このレースに代わって、バイクカーメルが主催する、ラウンドアバウトライドという25マイルと50マイルの、レースが始まった。バイクカーメルはこのレースのほか、夏季の6から9月に、所要1から1.5時間程度のサイクリングイベントも、主催している。 パラディウム前の中央広場では、毎年夏季の子から9月、毎週土曜日に農産品種が開かれる。1998年に始まった、この農産品種では、地元インディアナ州産の農産物が販売され、その他出店も出るほか、中央広場東側のカーメルロータリー、野外劇場でのコンサートも行われる。農産品種には、毎年9万人以上が訪れる。 なお、冬季の11から3月の毎週土曜日には、中央広場の約300メートル北、サードアベニュー SW 沿いに立つ針金工場跡で、同様の内容の冬季のお産品種が行われる。カーメル芸術、デザイン地区でも様々なイベントが行われる。毎年8月最終週末には、アートモビリアというクラシックカーや、その他、珍しい車を、 芸術作品として見せる自動車ショーが行われる。また、毎年9月には、世界中の芸術家の作品が集まり、その審査も行われる、展示会やコンサートが行われ、飲食の出展モデル、カーメル国際芸術祭が開かれる。以下に、カーメル氏における1880年から2019年までの人口推移をグラフ及び表で示す。なお、2019年の数値は、 同年7月1日時点における推計である。インディアナポリスカーメル・アンダーソン都市圏、およびインディアナポリスカーメル・マンシー、広域都市圏全体の人口については、インディアナポリス都市圏を参照のこと。カーメルは、いかに都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。